皆さんこんにちは。コミュニケーションアイカフェの、金子純子の水曜美術館ということで、はいはい、今日4月 の、 あの収録しておりますので22日です。この放送は4月の24日になってると思うんですけれど、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、この、まあ、前回ですねご紹介したようにこれいいですか、ちょっと外させてもらって、はい、徳川美術館で今開催中の、岡谷コレクション豪商の楽しみということで、たしなみ、あ、失礼しました、楽しみじゃないですか、たしなみですねそうタイトル間違えてしまったちょっと失礼しました豪商のたしなみ、あ、私このたしなみっていう言葉に、うん、ちょっとあの引っかかったんですよ。そうなんですか。そうなんですか。うん、いや、あのいや楽しみじゃないかってそういう意味じゃなくて、たしなみっていうことは、うん、なんかこう、まあ、当然知ってて当たり前よねとか、なんかそういう共通のものがありますよね。だからなんか豪商のたしなみということで何か物をこう美術品を集めたりとか、うん、それから何か絵画を、まあ、あの集めたりっていう、うん。楽しそういうものを楽しんでいく、集めることを楽しんでいくことは一つのなんかたしなみだったのかなとか時代的にちょっと思ったりしたんですけど、あれ、ね、お茶のことを言ってるんじゃないかな。あ、そうなんですか。お茶をたしなむっていうか、うん、要するに茶道というかね、それを、あのお茶ぐらいやれないとねっていうところお茶の文化、お茶の文化ぐらい目利きになっとかないと、そんな、うん、あのお金ばっかり儲けてたってダメよねみたいな教養、そういうことかことだと思うんですよ。だから、なるほどね、だからやっぱね、成金というか、うん、ほらね、そういうあの、うん、お金持っててさ、うん、あのじゃらんじゃらんとほら、うん、物買うんじゃなくてちゃんと分かったそのなんていうの、うん、文化人になってお金もちゃんと分かったものに使う人になんなきゃねみたいな、そういうことで、お茶、そうか、お茶による教養を身につけてるよねっていうことなんだと思うんですけどね。ということは、まあ、案外、まあ、商人の人たちは商売一生懸命で、うん、まあ、あまりそのお茶をたしなむとかいうことが、まあ、なかなかできできなかったから、まあ、あえてそういうものをたしなんで、そうそう、まあ、ね、ちょっと教養を身につけましょうみたいな、そうそう、まあ、その中でもこの岡谷、あの、宗介さんでしたっけ、そうね、ね、まあ、ちょっとその前の時代からもそうですけれども、お茶にすごくね、うん、あのお茶をた、まあ、もちろん楽しむというよりお茶が開くというぐらいねされたりして、すごい方だったんですけども、ね、あの名古屋では知らない方はいないかもしれませんね。ね、岡谷、うん、今は岡谷工機、工機株式会社ですね。すっごい大きなね会社でね、だから名古屋の三大、あの豪商っていう感じみたいだね。三大のもう一個はちょっと関谷家だっけ、なんかもう一つあるんだよね。で、はい、ちょうどね、この話を、やろうかって言った時に、私ら、岡谷ネットって言ってね、あのネットのカフェみたいなのがあるんだよね、近くにね。で、そこでよくインターネットでこちょこちょやってて、ここだ、この人だよねみたいな感じになってて、うん、意外とね、身近なんでね。身近なんです。まあ、前回も、うん、あの横山コーチの、うん、あの緑コーチ、うん、聞いてみようの収録はあそこで、うん、あったんですけど、お世話になってるね。あのオフィスがすっごい近いし、そう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 、まあ、何かという時すぐに私はあそこに駆け込むんですけど、そうそうそう、それはあの岡谷工機さん の、 あの会社の本社の1階の一角で、そう、ね、そう、でっかいビルだもんね。それで一回あれさ、ちょっとこうクククッと刺さって、うん、こうあのビルに入るなんてね、違う、はいはい、でなんかあのエントランスなんかもすごい、あの大理石のね、バーッと大きなあれで、やっぱりね、門がね、うん、入り口違うもんね。そうですね、うん、そう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 、それで、あのあれだね、蚊が、あのお正月飾りなんかなんでこんな立派なのっていうぐらいすごいって言ってて、そう、たまたまね、うん、あのお正月の時期にチラッと見たら、あの玄関にはこんな大きな ね門松と本当のお餅がドンドンと、鏡餅と、ね、もうすごい飾りがね、しっかりとされていて、そうそう、だからそんだけすごいのの意味がやっと分かって ね、うん、そうですね、まあ、おかやお世話になってる感じなんですけど、お世話になってすごい金もお金持ちだったんだっていうことを知ったっていうかね、そうそう、まあ、ただね、そういうことが
がきっかけじゃなくてたまたまこれがあったから、あ、そうなのねということ で、 あの逆にその会社のこととかも、うん、そうですね、になりましたけどね、はい、でまあじゃあちょっと先にね岡谷工期の感じのサクッと話しといて、それで徳川美術館の話にちょっと移ろうかと思うんだけど、まあ今の岡谷工期さんっていうのは江戸時代からすごい商売上手というか、まあ、やってたんだけど、本見てたらね狩野藩で美濃の狩野にいたっていうことなんだよね。でそれからこちらの名古屋に移ってきて商売始めてっていうこと で、 で狩野なんで言いたかったかっていうと、うん、実は私が狩野っていうところに住んでるもんで、で私ってどんな字、加えるに納めるで狩野城っていうのがあるんですよ。ああ、これ岐阜に、そう、岐阜の、ね、それで私の小学校の上、うん、隣が狩野城になってて、今狩野城市公園って言って、まあ、今石垣だけになってて公園があって、うん、で狩野城の城下町に私の、まあ、家があるので、私はもう、うん、住所の中に狩野って入ってて、あ、なんだ狩野の城下町の人だったんだとちょっとなんだみたいな、なんだなんだみたいな感じで大丈夫です大丈夫ですまあそんなことでね、狩野の人だったってことで、あ、なんだって感じで、そうなんですか、そうなんですよ。でまあこちらへは移ってきて、商売、今度は名古屋へね、名古屋城下へ行って、うん、鉄砲町っていうところに住まわれて、それで最初はなんだっけ、内刃物屋さんっていうのを開いたんだよね。ああ、そうそうそう、はいはい、刃物、うん、もう要するに生活は必需品でもあり、農作業にも絶対必要なものということですね。そうそう、すきくわのね、ものを作ってて、で昔のね商店の写真なんか見ると、うん、スコップとかさ、くわとかさ、なんかそんなの置いてあるんだよね。で、うん、あ、もう最初はそういうところの商売をやられてたっていうか、うんうん、だけどまあ可能だとほら美濃がさ、美濃からかさとかっていうのをやってる人たちがほとんどだった中で、そこはもう衰退しちゃうんだけど、やっぱりこの岡谷さんはやっぱり時代に乗った商売だったんだよね。でうまいことこう、ま、ずっとこう時代に乗りつつ、それで今も岡谷工期ってことは、要するに車の材料だったりとかね、そういうものだったりしてるもんだから、やっぱり今の時代に合ってるもんだから、商売もまあずっとこうね繁盛しってことで、でちょっと調べたら年商が6441億円で、従業員総数いろんなのね、子会社も含めて4571名とかいうことで、まあすごいね、豪商っていう、本当に豪商だよね。単なる商人とかいうレベルじゃないってことですよね。そうじゃないんですよ。いろんなやってることもね、不動産からなんだ、今ちょっと見てみたら、その本業の方がまあ鉄鋼とかそういうのだし、機械もやってるし、もうなんかいろいろやってるからすごいんだよね。うん。うん、まあまあ本当に子会社も含めるとすごいね、岡谷さん、岡谷さんすごいですよね。岡谷さんすごいってことになってるんですね。そう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 、まあな中でまあ名古屋やっぱり商売を支えてるというかね、日本の中でもまあトップメーカーというか、まあ本当に相当なレベルですね、大きな会社というか。ね、まあ、なので、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、なんせお金持ち。お金持ちってことで言いたかったんですか？もう、なんせもうお金持ち。もう、尊上そこらのお金持ちっていうと違うよっていうところの、ことなわけで、うん、で、今何代目になってるのか、ちょっと、あれかな。なんか、ケースみたいなのはありましたけどね。ね、今、まあ、ただ、この、今回の、そうですね。集められて展示されてるのは、うん、宗助さんの時代、そうですね、10代目でしたっけ、10代目までだよね、10代目の、ね、宗助さんが亡くなられたことを機に、そうそう、徳川美術館 に奥様が、そうそう、いやこれは皆さんに広くね、そうそうそう、見ていただいた方がいいんじゃないかということで、うん、寄贈されたそうそうそうですね。素晴らしいですね、うん、で徳川美術館としてはもうすごい喜んじゃって、うん、
ね、いきなり名品がどっと入ってきて、うん、でまあ行ったり来たりもしてるんだよね、途中のね、やっぱり6代目あたりからこういう文化的な教養もすごいあるもんだから、買っちゃったりとかいろんなことして行ったり来たりで、友達ね、同じその豪商の中でも名品がとのこう友達のとこ行ったりで、また戻ってきたりしながらぐるぐる回ってんだけど、まあ最後は一応ね、まあこういうまあこう豪商が一人で抱え込むというよりかは、こう美術館とかね、そういうところへこう移っていって、でまあみんなが見れるようになったということで、まあ徳川美術館とっても喜んだってことが書いてあったね。そうですね、うんうん、ということで、まあ今回の中でもその6代目と10代目がね、やっぱキーマンということで、うん、6代目の人も相当通というか、やっぱりそういうことが分かってる人で、まあ、他の方はまあ、商売の方があれなんだけど、この6代目と10代目が随分文化人で、でそこのところでもう名品がぐっと集まって、岡谷家のね、こういういいものがこう集まってきたっていうことが分かるわけですよね。はい、ということでちょっと一旦まあ、岡谷家の話から入ったのでずっと話させてもらったんだけど、まあ、徳川美術館について今度ちょっとね、見ていくと、まあ、徳川美術館なんていうのは、まあ、私らがどのこうの言わなくたってね、名古屋の人はもう徳川美術館って当たり前というか、もうみんなね行ってお茶やったりとか ね、他の県の人というか、うん、まあ、私も地元ではないんですけども、うん、徳川美術館と聞くと名古屋で、うん、あ、なんか徳川家康に関するなんか書物とか、なんかいろんな文献が入ってんじゃないかっていう気が、まあ、美術館ってなんか、うん、まあ、どっちかというと博物館的なイメージを持っちゃうんですけど、案外と美術品がもうザックザックとあるんですね、うんうんうん、で隣にね徳川園っていうお庭もあってね、うんうん、でお茶の人はね絶対そこに招かれてっていうか茶会やるんだよね、うん、でみんな着物着て出かけて行って、うん、お茶会やってで美術館見てってやるみたいで、でもう一個そのついで今思い出したら、トイレにね着物着替えるチェンジステップとか言って板がついてるんだよね、うん、で最初は何かなと思ってこうトイレに入って見てたら、そのパタンとこうね折りたたみ式になってて、そのこう板みたいなのがこうあって、その上に乗っかって着替えができるんだわね。そうすると例えばまあお茶会で着物着てだって東京へ帰るのに着替えるみたいなね、うんうん、でも簡単にちょっとした ねだから徳川美術館ならではだわと思って、こんなの他にないもんね、さすがって感じで。そうですね、そうでとっても綺麗で、大体もう入ると新館みたいなところから入っていって、能舞台みたいなのがあって、でずっとぐるっと回っていって、で途中に宝砂文庫っていうのがあって、で最後に昔の旧館みたいなところがあってね、玄関がねすごいいいって言って あって、それでまた入り口につながって出ていくっていう風になってて、うんうん、結構こうぐるぐるぐるっとずっとね広いんだよね。うん、建物そのものも見応えありますね。そうそうそう、外観も素敵ですけど、とても綺麗ね。その間にある中庭もね、うん、とても綺麗だもんね。気分転換になるね、あっこね。とそうですね、まあ、今回そのこういう、まあ、企画展というのがありますけど、うん、基本的にそれ以外のスペースも、うんうん、まあ、同時にずっと回っていけるようになっているんで、まあ刀とか甲冑とかそういう部分もあるし、装束、能装束だったりとか、あとお茶室もそうですし、能舞台でしたっけ、ありましたね、そんなのもそのまま再現されてずっとそこを見ていけるようになってますし、楽しいね。あとは徳川家康の何だろう、お部屋みたいな襖絵がいっぱい、きらびやかな襖絵があって、まあ、それをまあ再現しているんだけれども、うん、そこでみんなお茶飲んだ、はいはいはい、みんながお茶飲むってことなんでしょうけど、お殿様がねそこでお茶飲んだりとかするような、そういうまあちょっと部屋っぽい感じの展示もあったり、いろいろ面白かったですね。今はね、そうだ、あれがあった、タンゴのセックじゃない、そう、タンゴのセック、そうだね、5月人形がね、5月人形ずらずらずらと並んでてね、
で本当はねなんかね、あのおひなさんがすごいらしいんだわ。はい、そうですね。だから徳川美術館のねひな飾りはねすごい壮観だっていう話なので、まあ、今回はね5月飾りになっちゃってたけど、おひな様の時期にも行ってみられるとすごい楽しいかもね。必ず2月はやるね、おひな祭りっていう感じがありますね。もうね、あのそれこそあの見応え、まあ相当いっぱい並びそうだけどね団体さんで出てきそうな感じもあるんだけどね。 いかにねこんなに細かい細工をしたのかとか、うん、あどういう思いでこれをこう持たせたのかとか、うん、作らせたのかとかっていう、もうそういうところも面白いですね。うん、ね、でまあその前半その豪商のたしなみの企画展に入るまでの途中に、うん、その徳川美術館がずっと持ってる名品が出てるんですけど、うん、まあ半端ない技術というか ね、もうねやっぱりね殿様のね庇護、うん、のもとにね物を作るってすごいなっていう感じ で、うん、でもう蒔絵のねなんかこうお化粧道具のやつがあったでしょう。すっごい綺麗だもんね、はい、すごいです ねそんなお化粧筆一つにこの細工みたいな、そう眉をこう描く、そう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 、普通もね、まあ、プラスチックであっても何であってもどうでもいい状態だと思うんですけど、だけどあのねすごいそれこそね、まあ、豪商も金持ちですごいんだけど、もう一角上のやっぱり、そうですね、おひい様お殿様におひい様はやっぱりね、もう一角上だなっていうのはね、なんか見せつけられた思いもちょっとしながら、やっぱりね商人は商人、やっぱ殿は殿というか、ちょっとあれなんだけど、ちょっとね違うランクを見せつけられ、圧倒されるよね。なんか当時の技術の中でも本当のハイレベルの技術をそこで見ることができるなっていう感じがしますね。だからまあね、それまあ楽しみながら順番にこう歩いていきますとですね、その途中に宝砂文庫っていうのが会場というか部屋があって、でそこに江戸の粋っていうのも展覧会で特別展展で、まあこれねやってるんですけど、ここはなんていうかね、尾崎久屋コレクションっていうのがあって、それがまたねちょっと今回ね、これはメインじゃなかったので、私全然期待もしてないし素通りするつもりでいたんですけど、実はすごい面白くて、もうね漫画が真っ青、少年漫画もびっくりぐらいのね、なんていうかすごい絵がいっぱいあったんだよね。うん、でもこうね、うん、ちょっと私も一体なんでこんな展覧会なんでこんな展覧会があるのかしらみたいな感じがしたんですよ、入り口のところで。いや全くこの人の名前聞いたことなかったんで、見れます？なんかすごいんですよ、なんか船がナンパしそうになってるところのこの絵なんかでも波が近いかもしれない。これでいける？そうかな。大丈夫ですね。うん、それでも、うん、全然大丈夫です。これも映ってる？うん、OK です。はい。まあ、このね、はい、波頭のね、すごいのでね、まあ本当にね、もう、うん、今の少年漫画は真っ青、いやこれはね、大友克彦、面白かったですよ。びっくりみたいな感じでね。でこの尾崎久弥さんっていうのは収集家なんですよね、うん、要するにこういうものを、うん、もうとにかく集めると、でしかもその文学とか芸術とかっていうふうに、まあ、領域じゃない類のもの、うん、領域のなんか区別あったと思うんですけど、あそうか、こういう江戸の戯作文学と、まあ、戯作文学っていうのは後からついた概念というかテリトリーになるんだと思うんですけど、当時はまあしょうもないと思われてたような、うんうん、そういうもんだと思うんですよね。でも面白いものをねいっぱい集められてて、うん、うん、もうこの絵と文が一体になってる、ね、まあ、漫画ですね。そう、漫画ですよ、まさにね、漫画ですよね、うん、見ててね楽しそうだしね、
なんだろう、目がねずっとこう移動していく感じにこう見てて、ストーリーを追っていくというか、こう引き込まれる感じだからね、多分ね、もう当時も本当に今も漫画がほらすごいみんな売れるじゃないね、これもみんな待ってて、もうあれじゃないかな、この漫画がね本当にビッグコミックとかああいうほら漫画がバーッと売れるじゃないね、ああいうような感じでみんな見てたんだろうなっていうのが ね、意外な発見というか掘り出し物というか、本当に期待しなかったんだけど、このこれのね雲のところなんか見えますかね、ここの下のね、このところね、すごい面白いんですよね。だから何が言えるかというと、江戸時代って結構すごいじゃないと。そうですね。そんな鎖国でなんか地味にやってたとかっていうイメージはあるんですけど、違う、すごいなんだろう、相当楽しくやってたねっていう感じでね。丁寧なんですよ、一つ一つがこの作りが、まあ、贅沢という感じですよね。で、その気しない感じね。で、面白いね。本のつなぎ方も、今で言えば、なんでこんなにチャチいのっていうかもしれないけど、すごく当然しっかりしてるし、いろんなことを経て、最終的にこのやり方が一番いいって極まった感じがするんですよ、この、閉じ方にしても。もうざっと閉じましたじゃない、もうすごい綺麗に閉じてあるし、それからなんかただ単にショーケースに並んでこう見るだけで、次のページ見たいみたいな、で綺麗だよね、こんな期待感までね、そうそう持たせるように、そうそう、色も綺麗だしね、これなんか見れるかな、この下の方のね、ここのとこなんかね、色とかすっごい綺麗、いいね、明治時代というのは古い、どうもすごくこう なんでしょうね、みんなすごいかわいそうな時代だったのを、こう開かせたみたいな感じのイメージで持っているけれども、違う違う、でももう全然違う、なんか文化的には成熟して安定していたのかな、いやだからね、こんなの見るとね、開国っていう言葉は嘘でしょっていうか、まあ開国っていうとなんかほらね、遅れてなんか地味なのがこう開いて開国して、そこから良くなったようなイメージあるけど、逆かなっていうか、もう開国とか違うよね。特にこれが例えば上流階級のお金持ちの人たちの文化なら分からんじゃないんですけど、ものすごい一般庶民の人たちの姿であって、そしてその人たちがその姿を見たり読んだりして楽しむ、これって本当に一般の人たちが楽しく生活して豊かに生活した、贅沢はねできたか分かりませんけど、でもこんな楽しみを見出せた、もうあくせくもうただ単に食べるためだけに働いてたとは決して思えないよ、だからね、これね、このね、コレクションを見る限りにおいてはね、江戸時代幸せだったなって分かるよね、全然大丈夫だったっていうか、幸せだって楽しそうなんだわ、この絵からね、楽しさが伝わってくるしね、そのね、ゆとりみたいなの感じるよね、でそれを楽しんで楽しめるし、ストーリーもなんかね、痛快、アクション劇みたいな感じでね、すごいね楽しそうだしね、なんか色使いもね華やかでね、そんなね、虐げられてる感じがしないんですよ、だからね、こういうの見た時にね、擦り込み、ね、擦り込み払拭するのにいいね、あれ違う、あれって、あれすっごい、もうゴージャス、もうこれでも見て、これすっごいゴージャス、色とかもね、ゴージャスだしね、綺麗、これが本当にお殿様から命じられて描いた絵であれば、そういう世界もあるよねって感じですけど、みんなが求めていたっていうものの中で ね、これだけ文化があるんですからね、まあ、ということでね、すごいですね、そうなので本庄に入る前にその途中のね、宝飾文庫 の、 その
別のコレクションでちょっと感動してしまいましたということで、はい、まあ、それも楽しみながら、うん、そしてその部屋を抜けるとですね、昔の、旧館みたいなちょっと大きな部屋に移っていって、うん、そこに豪商のたしなみのコレクションがあって、でそこはまあ、ご存知の方もいると思うんですけど、玄関がとっても良、くて、展示プラス玄関も見といてねって感じ で玄関もねなんかすごい素敵なんだよ ね、うん、で天井なんかもすごい高くてさ、すごいこう綺麗な飾りになっててね、まあ、シャンデリアというか明かり、まあ、明かりもシャンデリアとは言わないんでしょうね、でもなんかね綺麗、なんかちょっとレトロな感じので、あの建物を見てても楽しいね、まあ、とこですね、そこで、まあ、いくつか、何ってこともなくて、まあ、でここから先は、お茶のねそういう名品とかになってくるので、まあ、私がどうのこうのっていうのはあまりにもハイレベルすぎてちょっと、説明できないんですけど、まあ、いくつかちょっと名品をね飛び飛びで今のカタログからちょっと言っていきますと、まあ、今回の展覧会で自慢してたのがさ、なんだっけ、あれなんとか、なんとか町、あれ、あ、出てこない、鳳鏡だったっけ、なんとか鏡、なんとか鏡、これだ、鳳凰台だ、これ手鏡、手鏡鳳凰台ってやつ ね、でこれが今回の小林コレクションでは相当見てほしいという、まあ、自慢の品々というかね、この意味があまりよく分からなかったんですけど、だから要するに昔の良い章の切れ端と言ったらあれなんですけど、これ布なんですか、布じゃない紙なんですね、要するに書の、名品を集めてきて、それでこう、ずっとスクラップみたいなやつだ、しかも超高級なやつみたいな、だってほら金魚とか貫之のとか、そういう本当に昔のほら和歌の名品っていうか、そのスクラップ帳なんだけど、そのスクラップ帳の表紙に使ってある古列っていうか昔の布も面白いっていうことで、これなんかね、なんか不思議な生地のねやつだったりして、これがすっごくね岡谷コレクションの中ではもう、見て見てっていう感じで自慢の品なんですよね。今回ねやっぱりね、さすがに豪商を大金持ちの方の趣味だなと思ったのは、私もう必ずなんとかガイド、音声ガイドをね、行くんですけど、これ、分からない用語がすごく出てくるんですよ、専門用語になるんでしょうね、でもこのような世界では、おそらく当然の、そんな用語が、ね、出てきて、初めてでした、これは、音声ガイドで、分からない用語、世界が入ってくるからね、そうですね、で、まあ、こんな感じで、名品のこういうお茶の茶碗とかも、なかなか江戸茶碗という、江戸茶碗じゃごめんなさい、井戸茶碗ね、薄手の口の広がったやつとかね、そういうのが出てきて、で、これとかも、自慢の品々だよね、この辺で ね、この辺ちょっとこの、これとかこれとかね、で地味なんですけど、まあ私の好きなやつがこのね、トンボアンナンって言って、アンナンっていうのはベトナムの古いやつなんですけど、これなんかねとっても可愛らしくて、でこれもコピー品が表の売店で売ってました、で、まあ、似て非なるものだよねと思いながら、まあ、これとね同じような感じで、まあ、焼いてるつもりなんですけど、焼いてるつもり、まあ、似て非なるものだよねと思いつつ、やっぱりそういうのがね、分かるわけですね、ちょっとまあ買うかなってちょっと疑問を感じるんだけど、まあ、一応そういうコピー本がミュージアムショップで売ってましたね。で、あとこんなね、シノジャワンですとか、こういうのとかね。そうですね、割と、本当に趣味人が集めたよねっていうものが多いですね。うん、で、あとこれがもう自慢の品、もうこれ ね、こいつが黒オリベっていうことで、これは14歳かなんか、なんかなってんだよね。で、今回もこれ見てっていうことで、私これあまり理解できなかったですね。やっぱりそういうものがいいと思うのかな、こんなのって言っちゃいけないけど、その
もうグワッていう感じ。まあこういうものなのよね。そうそう、でこういう、うん、あのオリベがね、うん、であのこのコントラストがいいと言ってあのとってもね、で黒オリベって珍しいってことだよね、うん、普通オリベってから緑色になっちゃったりとかね。そうですね、この白とね黒のそうそうそうコントラストとかがいいよね。でまああとはこう茶筅みたいなのとか、うん、あの豊臣秀吉のが、まあ、作ったよっていう、あこれを、はいはいはい、あの、なんかのお茶会の時にそれを使ったとかね、うん、そうそうそう、あとこういう花入れね、こんなのとかね、良かったですね。あとこの、あのなんだこちらのやつなんか割れちゃったんだけど閉じてやってると、それも閉じたやつまで景色になるみたいな、うんうん、あのことを言いながら 花入れるいけるやつね。であのこれなんか、あとこのこいつなんかね、ドテッとした感じの、あのダイナミックな感じの水差しっていうことで、あと工房とかもねありましたよね、ちっちゃなね、うん、でも本当名品だらけなので、ね、ちょっと好きな人はたまらないかもしれませんね。であとまあここが、前半がこう茶道お茶道具ということで、であとはもう一個、絵画になってくるんですけど、うん、まあ、いろんな、面白い絵画ね、屏風の絵画なんかいっぱいあるんですけど、うん、まあ、おすすめとしてはですね、やっぱり、このね、今回の展覧会の、まあ、メインのこのこれね、百花百草屏風、百花百草図屏風っていうのがね、これね、まあこれコレクションのこの、もう今回見て見てって感じで、言ってるやつですけどね。で、まあもう一つは私としては、このこれが面白いと思って、津島神社の提灯祭りっていうかな。津島で今でもやってるんですか？まあ、こんなね、川に出てまではやってないと思うけど、あの一応ね、今ね、提灯祭りっていうのはね、やってるんですよ。だからこういう対馬のね、これは本当に川に出て船の上にこう提灯の屋台みたいなのを乗せながら、まあ、やってるのが対馬の提灯祭りなんですけど、うん、色とか波の表現とかすごい面白くて、そうですね、こんな感じでね、面白いですよね、これいいと思います。で絵画としては、まあ、これと今の田中突元さんの屏風のね、今どこ行っちゃったっけ、もうちょっと後がいいなと思うんですよね、うん、これね、ここか、うん、これね、すっごい。でこれがね、すごいのが輪郭線がないんですよね、これ、うん、で輪郭線がなくって、もう筆のこう置いた形だけで全部形が出てて、うん、相当ね、スケッチと画力がないとできない。だってほらちょちょちょいって直すことできないし、うん、もう一発勝負みたいなところもあって、うん、で相当ねスケッチとね下絵をやっといて描いて、でもう一個特徴なのが、その紙がなんかシュワシュワシュワってこうデコボコしてて、そこに金箔貼っといて、でそこに描いてるってことなので、多分こう描いていく時のその線だってデコボコボコ、うん、ニョニョニョってなったりとかね、たまりなんかがちょっと予想通りじゃない動きをする可能性があるところへ、輪郭線なしというかね、もうその筆のあれでこう描いていく、うん、で相当正しいというかデッサンというか、まあ、形合ってるということなので、まあ、相当いっぱいスケッチして描いて練習して、この屏風に至るまでに時間かけてて、そして力があるということで、もうこの今回のね岡谷コレクションのもう見てみてっていう感じの最大コレクションの、ね、うん、山場っていう感じですよね。でまあもう一つ今回の豪商のたしなみというこうタイトルからいくと、うん、要するにお金持ちが芸術家を育てるということの一面を、まあ、見るわけですよね、うん、で解説の中に絵の具買いに行くから30両だけ
ちょうだいっていうか持ってったら途中で遊んで使っちゃって、でもう一回ちょうだいって言ったらまた使っちゃってで結局3回目でもう一回ちょうだいって言ってもらって、でもうもう一個はその絵の具代30万円30両に6両を宿泊費ってことで最後におまけまでもらっちゃっといてで結局やっとそれで絵の具を買いに行ってそれで帰ったっていうことで、でトータル96両かかってるってことだよね。でもうそんだけかけてもね、やらしてやる太っ腹見てよみたいな解説が書いてあってちょっと笑っちゃったよね。なんか太っ腹度を見てくれよみたいな解説で、私からするとそこまでそんな30両でやっといて途中で遊んで使っちゃって、でそれも2回ぐらいになりにくい、3回やっちゃってそれでもまだ許して絵描かせてるこの太っ腹度はなかなか笑えるねってことだけど、ね、それだけの理解がないと、そうだね、パトロンというかそういう部分はできないんでしょうね。だから今回ね、豪商っていうのはまあそれぐらいの太っ腹度でやってんですよっていうことが言いたかったのかなっていうまあそういうことなのかなっていうふうに、まあこの解説から見て、結構なんか特徴的なのは、まあ、記録が残ってるからだと思うんですけど、いくらで落札したとかいくらで購入したっていうのよく書いてあるんですよね。多分なんか記録があるんでしょうね、こう豪商っていうか、ね、そういう方だからかもしれませんけど、まあ、当時で言うとどれぐらいの金額なのかなって分かりませんけど、千何百円で買ったとか、あったね。そうそう、で今なんていくらなんだろう。そうそうそう、で友達その名古屋の豪商同士で、オークションみたいなやつやってさ友達同士で買っちゃったりなんかしてるっちゃ、ね、こっち行ったりこっち行ったりしてぐるぐる回ってて、で最後は徳川美術館って感じでなんだみたいな最後は徳川美術館みんな行っちゃうんだみたいな感じでね、まあそれこそ海コレクションの同じランクの商人として松坂屋のね伊藤っていうそうそう人がやっぱり同じような豪商、伊藤次郎左衛門ね、伊藤次郎左衛門家っていうのが松坂屋の前身で ね、その人もやっぱ同じようなこの岡谷家と同じランクなので行ったり来たりしながら、宝物も宝物っていうかそういうねいいものも行ったり来たりしながらやってるんだよね。でまあこの岡谷家からも伊藤家に嫁に行ったりなんかして、やっぱりねお金持ち同士で結婚してさ、どんどんねやっぱり強固な お商売ネットワークができていくっていう感じだわね。まあ、そうだね、そういうことによってこういう文化もきちんと守ってこられたところはあるんでしょうね。やっぱりそれがねもう本当の商売が立ち行かなくなったらそういうものだって手放されるわけだし、そう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 で、まあ、お金持ちの商売屋さんというのはやっぱり昔の藩をやっぱり盛り立てるというか、結構名古屋尾張藩、尾張藩にお金を調達して財政危機を救ったこともあるんですよ、ね、そうそうあるってね言ってるわけだから、まあねお商売っていうのはやっぱり今の政治に物申すね経済人と同じで、やっぱりねお金ないと話にならないというのはあるのかもしれないんですけどね。そうかもしれませんね、はいはい。まあ、その経済の部分ですごくこの名古屋のもう基礎を作ったのかもしれませんしね。でまあそのだから豪商だけども、まあ、チャラチャラしたというかキンキラしたのは今の屏風ぐらいで、あとは本当にねお茶の道具だったりとかやっぱり渋いというかね地味というかね、だから成金って言ってなんか本当失礼なものの言い方なんだけども、まあ渋い本物を集めててやっぱりねさすがだねっていうふうに思いますよね。ちょっとした逸話で、あ最初のご挨拶かな、今のこの岡谷工機の社長さんが、その宗助さんはおじいさんにあたるみたい、はいはいはい、で自分が知ってるおじいさんというのはもう全然財政から退いてお家に行って、お家でなんか庭を掃除したりとか、なんかすごく優しいいいおじいさんだったみたいな、なんかそういう話が書いてあって、
ああやっぱりでもなんかそんな人間味を、うん、の逸話の話を聞くと、うん、なんかイメージではすごくお金に、うんうんうん、お金だけでこうわーとか集めたっていうイメージがあるけど、あそうじゃなくて芯から本当にそういう美術品を、うんうん、まあ、集めて愛して、うん、実際にこう生活の中でも生かしていたんだなっていうのが分かって、うん、ちょっと嬉しい感じしましたね。まあこんなところでね、そういう粋な展覧会ですね。多分、ね、見るものとしては、うん、楽しいね。総合的にすごく見応えがあったり、そうそうそう、あと私はその後に、徳川園にも行ったんですけど、はいはい、うん、ちょうど私が行った日が牡丹祭りの初日なん でまだすごいつぼみばっかりで、どこがお祭りなのっていう感じでしたけど、あとまあ1週間ぐらいするとバーッと咲き始めるんじゃないでしょうかね、うんうん、いいでしょうね、すごく良かったです、ね、また庭見に行くだけでもいいので ね、 あそれはね、そうそうそう、まあ、一応そこにも入るためには料金がいるんですけど、ただ1日ゆっくりと回られてもいいですし、またまあ、これを機にちょっと行ってみたいという方は名古屋駅から、あ私今回初めてねこういうのがあるって知ったんですが、名古屋駅からメイクルっていうバスが出てるんですよ、うん、はい、で知りませんでした、ね、知らないの、うん、この、まあ、実際住んでる人間からするとこう観光目的のバスってあまり知らないんですけど、このメイクルに乗ると徳川美術館の中まで入ってくれるので本当に分かりやすいと思います。これぜひ名古屋駅から行かれる方は乗ってみてください。でこれはいろんな主要なところ、名古屋市内の中心部の主要な場所を巡っている、まさに本当にメグルなんですけど、うん、これ小さくて見えないかな、名古屋城だったり、それから名古屋の栄のオアシス21にも行き、うん、それから最終的にはまた名古屋駅に戻っていく、うんうんうん、でどっから乗ってもいいという、あいい、ね、はいはい、で1回が200円なんですけど、いい、ね、ワンデーチケットは500円でいいね、いいね、うん、ですのでね、あちょっと乗ってみるわ、そんないいの、うん、便利そうで、乗った時にはだいたいそこの中の7割以上は観光客の方です。話しぶりからすると、まあ、外国人の方も多かったですけどね、うん、はい、すごい便利ですから、まあ、一度これで行ってみてください。それ以外だとねバス停からちょっと歩くとか、うんうんうん、いう感じになりますのでね、はい、はい、ということで、はい、じゃあ今日はねこんなところなんですけど、次回は、うん、ね、山崎マサック美術館、ちょうど1年前にもうやったよね。そうでしたよね、だって常設展でやったんですけど、今回はなんかアールヌーボーの花、エマイユのきらめきとなんかね、ですね、これ行ってみたいと思います。なんかキランキランした、どうも尻尾がメインっぽいですのでね、女の人ね、こういう宝飾品とっても興味のある人いいんじゃないかなと、ね、またトンボやらカエルやらカタツムリやらが出てきそうですが、そうでまた今度これほら色がリアルで、ほら緑色でさ、リアル感が満載の感じがしてるので、ちょっとねカタツムリやらナメクジやら出てきそうな、ドキドキしながら行ってみたいと思いますこんなもんがアクセサリーになるのかみたいな、ね、感じになりそうなんですけど、うん、一応ね、うん、ちょうど放送日の今日っていうんですか、24日からスタートの、ね、はい、あそうなんですかね、はい、はい、でそれも土日エコキップで行くといいよと書いてあるのではい、これね、こんなところで行きたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ですね、はい、どうもありがとうございました、はい、皆さんも最後までご覧いただいてありがとうございました。また、来月もお楽しみになさってください、はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。